しのほうほうきょうくよちょう唐節と違いまして、昔は行商というものが非常に多かったもの、表をいろいろ売りに参りますが、これがその難しいもので、売り声と一口に申しますが、その品物を生かすとか殺すという、やはりこれは売り声で関係があるという、一声と三声は呼ばぬ卵売りという、卵というものを商いますのは、あれは二声に限ったもので、卵、二声でやる。大変調子がいい。一声でやると、俺はなんか間が抜けましてね。卵、どーれ。なんだ、玄関行ったよ。三声やる程度、忙しくなる。卵。なんだか追っかけられているようで、大抵その売り声は二声でございますが、大根とつけべき文字につけもせでいらぬごぼうをごんぼんと呼ぶ、大根というものはあれはその大根というんですが、そうなると固くなっていけない、大根なんて、ね、なんかこうゴツゴツしているように、これはそのデイコって言いましてね。デイコ。ごぼうの方もやはり二声でございますが、ゴンボンって言いまして。ゴンボ。これはその一声でやるとなんだおかしい。ごぼ。続けてやるとごぼ。なんだかどうも、とっくりを水に放り込んだよ。お芋というものを売ります。あれがその状態でいろいろ売り声が違うという、生のお芋を売る時には固く売りましてね、芋やさつまいも、なんかこう固い、これをふかすてと煙が出るように、ふかしたてさつまいも、煙が出るよ。油で揚げますてと、まだ滑るように。お札のまらんげ。お札のまらんげ。なんて、そんなに何も滑らなくたっていい。符を打ったて人がありますが、これは売り声がどうもこのおかしいんですね。符ってなんか売り声にならない。符。なんて、なんかどうも間が抜ける。で、あと矢をつけたらどうだ、ふやふや、ふやふや、これもおかしい。符を売る人の後から多丼を売ったという、ふーふー、多丼多丼俺じゃおまるでおみこしが来るよ。それに一声半という売り声があります。ところてんという、あれはその品物だけではやはり引っ立ちませんな、あとで半分つける、大変これが品物が良くなるという、ところてんやーてんやー、別にてんやを持って歩いてるわけじゃないが、半分あとにてんやとつけるとそこで生きてくる、妙なものでございますが、長いものは長いように売らなくちゃいけないとよく言いますが、今でもあの竿を売りに来ますが、あれはその長く引っ張る、竿だけなんて、なんとなく長ったらしい。昔この苗売りというものが参りますね。これは声のいい方でなければいけなかったそう。中には道楽半分にこの苗売りをやろうなんというのがありましてね、声自慢の人で、
この内売りの声なんてな、またいいもんで。きゅうりの苗や、ささぎの苗、ちょいと苗屋さん、あのナスの苗はありますか？今日はあいにく持ってこない。断るのまでやっぱり売り声になっている、妙なもの。それから夏の始まりに金魚というものを売りに来ますが、あれはそのなだらかにこう眠くなるように売りましてね、金魚金魚メダカ金魚で、なんかこう寝てしまいそうで。それから夕菓からあのイワシというものを昔はよく売りましたもの。だいたい朝の位置で売れ残った魚で、そのイワシを買って、午後になりまして魚屋さんがシチューを売る、これが夕飯のおかずになろうというわけ、夕菓子と言いまして、でこいつはそのやっぱり威勢が良くなくちゃいけない、豆絞りの手拭いかなんかで向こう鉢巻きをしてね、今にもパーッと跳ね上がって反対から飛び出しそう何そうじゃない、早く売らなきゃ本来なら腐ってしまうやつなんで、こいつをその売り声で引き立たせるという、頭の脳天から声が出ましてね、あーいわーしこーい、威勢がいいてえと、これは買う気になる。こいつはその逆にやったが具合があり、イワシが死んでる点で金魚を売るように、イワーシコーイ、イワーシコーイ、おい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 しおいし、あの野郎の腐ってるよなんてんで、どうしても腹渡が腐っているよ。金魚が威勢がいい、こいつもやはりいけませんね、おい金魚金魚おいなんてんで、金魚鼻をぶつけて死んだりなんか、いろいろ売り声というものは様々あります。号外というものを売る、あれがやはり、けたたましく売らなきゃいけないそう。今はございませんが、昔はその、何かちょっと特報でございますね、これはその号外というものが出て、鈴を腰のところにどっさりこうぶら下げる。もっともあの腰へ下げるのはまだ素人で、僕商売人になりますと、前へこう鈴を下げるんですね。で歩くたんびに鈴を膝で蹴飛ばすわけで、でこの蹴飛ばしたのと駆け出すのと両方で余計にガチャガチャ音がするという、声をかけるうちにはもう走りも先に向こう飛んでいきそうな勢いですがね。で、見りゃ何もそんなに駆け出してもいないんだが、音だけはそのガシャガシャと騒々しく、腹でけたたましく売るという、号外を上の方へ差し上げまして、あー大神事の号外、あー大神事の号外、おい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 、10枚くれなんてんで、ね、そんなに買わなくたって1枚でわかるんだが、威勢がいいてえと買う気になる。やっぱりその薄ぼんやりしたやつが売ったがいけないてえますね、号外号外、第一陣地の号外、号外はよろしゅうございますか、こんばんは、ごめんくださいまし、何ですか、号外でございます、何です、号外のしまいものでございます、お安く願います、いくらでもよろしょう、
先月の号外、名前誰か書いてがない。やはり商売となると難しいもん。道具屋というご商売がありますが、今は道具屋とそれから骨董商というものは違います。骨董といえばごく高価なものをお商いになる。でところが昔はいいものを売っても悪いものを売ってもやはり道具屋と申しましたが、あれはこの目が利かないと損をする。変なものをつかまされて、後でとんでもねえことをしたなんていうのがよくありましょうが、でその代わり目の利いた方は掘り出し物をしたなんという、わずかな金で買ったものがこれが莫大に売れる、そういうところにやはり商売というものは難しいものでございましょうが、おう、道具屋、おい、ひひ、ここにあるへつえいくらで、へつえでございます、おまけ申しまして二分二子でございますが、いくら、二分二子、これが、安い、え、安いじゃねえ、お値段はお安いかと。お安いかどうじゃねえ、安いやな、品物を飲んだのもなかなかしっかりしてんな。これは自分で使うものに職人がこしらえたものでございましょう。出来ではございませんで、お品はもうお受け合いをいたします。お安いかと。お安いかどうじゃねえ、安いや、安すぎるな、二分にしよ。え、少しまからないかいこれ高いから負けろってな聞いたことはありますが、安いから負けろっておっしゃる。どうもお値段のところはだから二分二子でどうだい。 いえ、申し上げましたお値段は二分二子だから、それを二分二子に負けといてくれてんだな、わからないかい。なんだかちっともわかりませんね。二分二子を二分二子に負けろとおっしゃって、だからよ、買ったってお前これ下げていけるもんじゃねえ、重いもんだな。軽こちんを、ま、ああ、お届けを、へえ、承知いたしまして、どちらでございますか。へえ、ああ、ああ、いえ、存じております。へえ、あ、あそこを曲がりまして、角から三軒、ああ、さようで、へえ、では、お届けをいたしますから、頼むよ。届けで帰って、店を閉めて寝ましたが、その夜の、やつというから、午前二時をちょっと過ぎたと思う自分で。どうやあげつくれ、うわー、へーへー、どなたでございますか、なんでございます、あげつくれあげつくれあげつくれ、ただいまあげますから、ちょっとお静かに願います、近所でぼやと間違いますから、ただいまあげますから、少々痛いな、何をするんだ何をするったと、俺が一生懸命に叩いてるところをお前は出し抜けに遠くらっと開けた。とと間違えて引っ叩いたんだ。とと間違えるったと思ってこんな柔らかいとはありません。とが腐ったんだ。冗談じゃねえ。なんでしょう。すまん。と、引き取ってくれ。頼むから。引き取ってくれ。引き取ってくれとおっしゃいますが、何を。ああ、へついは、ああ、さようでございます。お引き取りをしてもよろしゅうございますが、願いました値段で、そっくりというわけにはまいりませんで、3割ぐらい、ご損も立ちますが、ご承知、もんなあんなことは、どうでもいい、いくらでもいいから、頼むから、すぐ、もう、持ってってくれ。そうとおっしゃって、真夜中でございますから今はどうにもなりませんが、では明朝いただきに上がりますが、明日の朝、ねえねえねえ、朝まで汚れた日ない、じゃあまあまあ、しょうがない、じゃあ明日の朝なんだ、早く来てくれ、え、夜が明けたらすぐにだ、頼むよ。へっ、ついを引き取ってきて店へ置く。で昨日とちょうど同じような刻限に、あ、どうもや、へっ、いらっしゃいます、ここにあるへっついくらだい、おまけ申しまして二分二子でございますが、二分二子、安いな、え、安いじゃん、え、どうだい、二分二子にわからないかいこれ、うん、言うことは同じだな、
お届けをいたすのでは、ああ、さようでは、へえ、わかります。どちらでいらっしゃいましょうか。はなるほど。よろしゅうございます。では、後ほど、頼むよ。へついを届けて帰ってきて、店を閉めて寝る。また、やつをちょっと過ぎたと思う自分。どうやまたやってきたでしょうがねえな。ただいま。ちょっとお待ちを願います。今夜はポカはごめんごもりますよ。あげますよ。よろしゅうございますか。さあ、おはよう。一つくれ。へついでございますか。へついで。あんなものうちを置かれる。頼むから一つくれ。お引き取りをいたしますが、三割のご損が立ってよろしいでございましょう。では、明朝をいただきながりますから。困ったな。明日の朝出なくちゃダメかよ。今夜手分けに行かねえだろうな。じゃあ、明日の朝、早く頼むよ、いいかい。へついを引き取って店へ置くと、その日のうちにすぐ売れる。売れるはその晩また返しに来るという。で、こんなことで一つへついが行ったり来たり、行ったり来たりして、一月ばかり続きまして。道具屋さんの方でもだいぶこれで儲かったってわけで。ちょっと、道具屋さん、ちょっと、いらっしゃいます。ここにあるこのへついさんなんぼや、これ。おまけ申しまして、二分にしでございますが。ところで何か、おまけして二分にしやな。さようで。で、おまけ申さなんでなんぼや。おまけ申しませんと、二分にしで。おまけ申したかで申さんかで同じこっちゃね。これ、どうや、二分二四二万、もう、わかっております。お届けをいたすのでございます。お宅はどちらでございますか。わかりました。承知いたします。では、後ほど、へついを届けて帰って、寝ましたが、もう毎晩これはやっているんでね。道具屋の方でもすっかり慣れちまう。もう、そろそろよかろうってんで、夫婦が起きて、お茶かなんか入れて待っている。国言たがわず。どんぐやーどんぐやいやに伸びちゃったな、今夜の道具屋。ただいま早をあげて、ただいま、ちょっとお待ちを願います。お分けいたしますから、おはよう。びっくりした。な、無茶しないな、開けるなら、開ける言うたらええねん、お前、ガラッと開ける。アクは、頼む、取って。取って。へついでござる。へつい。あんなものよ、うちおかも。頼むわ、取って。三割のご損が立ちましてもよろしいんでございます。なんぼでもいい。取って。どういうわけで、へついお返しになるんでござる。そのわけをおっしゃっていただく。なんなこと言うたらお前の方でもうよう引き取らないで。そんなことはございませんね。たとえどんなことがあってもきっとお引き取りを。じゃあこういたしますよ。こういうわけだからお前の方へ返すんだというわけをおっしゃっていただけたらご損を立てませんで、ね、願ったお値段で手前の方へお引き取りをいたしますから。どうしておかしいになる。何か、こういうわけで返すや言うて、話して、お前がもうよ、引き取らんようなことないな。ほんまに引き取るな。引き取ります。ほんまやな。きっと引き取るな。な。引き取るな。よろしゅうございます。おたら話するけどな、道具屋。お前の後ろも前へ今日通ったやろ道具屋。店でへついさんが出てたやろ道具屋。
ね、値段聞いたら、にしや言うて、安いがな、道具屋、な、道具屋、あれ、こうたやろ、道具屋。お前持ってきてくれたな、道具屋。それからな、道具屋、俺がな、道具屋。寝てな、道具屋。まあ、ちょいと待ってくださいやな。そう、むやみに道具屋、道具屋って、となんだか話がわからなくなりますから、道具屋を抜いた話をしていただきたいんで。そんなこと言うたかて、お前、道具屋言わなんだら、話しにくいやないか、道具屋。俺が寝たやろ、道具屋。九つ自分は、なんともないね、道具屋。へえ。九つ半も、なんともない道具屋。もう、かれこれ、やつやなぁと思う自分、道具屋。お前が先言うたらあかんがな。裏の胃腸の消え、風の当たる音がゴー。隙間から生臭いような風がスーッと入ってきて、なんじゃ知らんが、けったいな番やなぁと思って、ほっと台所を見ると、あのひっついさんの角から、青い石が、ポポッと出よね。え？びっくりするやねん。お、何や、火が出てるわと思うたら。すると、煙のように出たのが、頭の毛をこう伸ばしてな。痩せた、痩せた。男が細い手出して金出し金出し、ああ怖い怖いやろ、道具屋買う買うか、金出せ金出せ、いいよいいよね。俺幽霊の強盗を初めて、あんなものをよう、うちおかんは頼むわ、取って。わかります、よろしくお引き取りはいたしますが、今というわけにはまいりませんから、明はさ頂戴に上がります。なんだお前、むちゃ言うたらかね、な殺生やねお前、明日の朝まで置かれてみいな、怖いがね、うち帰れんわ、どんぐや、どっかお友達んとこいでも、友達言うたかて、大阪から出てきたばっかりで、俺友達も何にもあれへんねん。なぁ、殺生やな。お前のうち泊めてえな、なぁ、道具屋。頼むわ。うちも泊まりになっても、夫婦に布団が一組でございますから、お休みになるのに困りますから。思うたら来ない日な、お前近所に知ってるうちあるやろ。へえ。そこへお前泊まりにいたらええが、お前の嫁はんと俺と寝る。冗談じゃありません。のばかなことはできませんね。いや、明はさいただきながありますから、おたら頼むね、ええか。へついを引き取ってパタッと客足が止まっ、あそこいは幽霊が出る化け物道具屋だという、いや、どうも偉い評判になる。おいおい、おみす。はい、何？すごい座んねん。この頃どうも。近所で悪い評判を立てやがって、商売もまるっきりねえんだ。うん。やっちゃったな。昨日も俺は、寵愛をしてたんだ。すると、若え奴が二三人で表へ立った。ああ、こだこだ。化け物道具屋。幽霊道具屋てえな、ここだよ。あそこにある蝶子鉢が舌を出して、あそこにある石灯籠が目を向いて、くだらねえことを言ってやん。俺も借金者あるから何を言ってやんだって怒鳴ったんだ。メガネかけていたんだ。え？それとこれを見て、ああ、道具屋の親父は目を向いて化けたってやん。みんな逃げちまえやん。私もね、お湯行くてえと顔を見て、一人上がり、二人上がり、こそ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 何か耳っこすりをされて、なんだか嫌でしょうがないな。へついがあるからそんなことを言われるんだからさ。どっかやれ、お前、やっておしまいのね。やっておしまいったって、
因縁好きなものをむやみにもらいて。だからさ、あれじゃいろいろ儲けてもいるんだから、そこは仕方がないやね。いくらかつけておやりなね。お金の三両ぐらい、ね。で、つけて、これを何するから、どこにでも持ってってくれと言って、もし返すんなら今度は、百両でもつけなきゃ、受け取らないかなんか言ってさ、どっかよ、おやりよ。おやりだってな、もらい手がありゃいいんだけど、と、夫婦で相談をしていると、これが縁側でございまして、小さい庭があって、へえ、その向こうは長屋の幅刈りで、三匹立ちの真ん中の幅刈り入っていたのが、向こう傷の熊という、長屋に住んでいる遊び人でね、おや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 、なんだい、変な相談をしてやん。へつ家三両もつけたらもらい手があるだろう。ほら、ありがて。こっちは税なしで終わっていたんだ。じゃあ、あいつももらえや、黙ってこい。三両儲かるんだ。こいつあり、ああ、いけない。悪いとこで手を打ったな、こらだ。髪を落っことしちゃった。弱ったな、こらだ。あ、おいおい。そこ行くのは徳さんじゃねえかい。おい。徳さん、え、誰呼ばれたのが本庁の、これは木薬屋の若旦那で、えらい道楽もんで、うちは感動亭ことになって、熊さんの隣に住んでおりますが、おっかさんから月々内緒でお小遣いをもらって暮らしていようという。誰だ、なんだ、熊さんじゃないかい。すいませんがね、紙があったら一枚送んねえな。嫌な人だねえの。なんだい、持たずに入ったのかい。いや、持っていたんだよね。歓迎事をしてね、ポンと手を打った途端にね、落っことしちゃったんだ。嫌だねえの。はばかりだけでうーんと考えたら、いい分別が出るかと思いや、クソの役にも立たねえ。汚ねえこと言っちゃいけねえよね。まあ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 、少しお待ち。おばさんに話があるんだ。うん、え、うん。銭をね、一両二分あげるがね、どうだい、片棒貸すんかい。いくら、一両二分、え、ありがたいねえと。こっちはね、遊びに行きたいけどね、もらう小遣いじゃどうにもならないんでね、行きたくてしょうがなかったんだ。そんなにもらえるの、ありがたい。ええー、いい、なんやりやり、なんなん、なんです。表の道具屋でね、へついをくれるね。そうすると三両よこす。だから、それを、なん、何を、いや。いや、ってどんだ、いや、だ、いや、お前だ、ね、幽霊が出るていいじゃん。冗談じゃ。幽霊だな、化け物な、バカなことありゃしないよ。大丈夫だよ。いや、こうしようじゃねえ。いや、幽霊がもし出たらね、出たら、俺は引き受けるから、ね。三両をもらって二人でもって、こいつを半分ずにしようってんだ。おまがにはいろいろ世話になってるから、他のもんにやらしたってどうせいいからかやらなくちゃならねえんだから。おまがんとこに縄があったろ。あ、うちには天秤があるからね、そいつを持って一緒についてきてくる。こんばんは。ごめんね。はい。どなた、おう、なんだ、熊さんじゃないか。なんだね。え、うんうんうん、それはまあね、夫婦で相談はしていたんだが、もう聞いたのかい。早いね。どげてもいいが、金は使った、品物はそっちへお返しをするなんてな、こういろんなことありますね。大丈夫。そうか、その間違いさえなければいい。品物は、ああ、そこにあるから。あ、縄が、あ、ある、ああ、そうそう。じゃあ、すみません、持ってっておくれ。じゃあ、お金はね、お前さんにあげるから。ありがとう。大丈夫だよ。あ、徳さん。なんだな、そっちでもな、震えちゃしょうがねえじゃねえかな。担ぐんだよ。先を担ぐんかい。先を、先の方がいいだろ。いや。いやってどうして。だって、先を担いで、幽霊が出たってこっちは見えないもの、つーっと出て、ケツペタリでも食いつかれて。何を言ってんの。幽霊はケツペタイ食いついたってね、聞いたことはね。じゃあ、後ろにするかい？え？後棒に。後棒にね。
幽霊が出ると先に見えるしね。どうするんだよ。じゃあこうしましょう。な、一両二分もいらないやつじゃ。二分でようがす。うん。二分切りでいいの？二分でいい。で、お前さん一人で担いで。冗談ちゃいけねえねん。一人で持っていけるもんなら頼んでこねえねん。まあ、大丈夫だからお担ぎよ。箸より重いものを持ったことのない若旦那、へっぴり腰をしてね、ひょろ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 、路地へ入ってきたが、腰が決まっておりませんから、石の上へ乗って、ずっと一つ滑ったんで、トン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 と飲めってきて、ドーンと、へついを落っことす。端のところが弾みでポロッとかけると、白い丸いものが、若旦那の足元にぐるぐるぐるっと、幽霊の卵が出ました。幽霊の卵、幽霊の卵ってな、面白いこと。いやいや、じゃあね、どうせもう壊れちまったんだ、使い物にはなるめ、ぶち壊してね、この道の悪いとこにめ、このへつゆの唾液はね、炊き物になる。あ、持ってねえから、お前のうちの出所にでも放り込んでね、後で人をくれ。そうそうそう、こっちへ来て。いや、どうもご苦労さんでした。どうしたい？え？肩が痛え？育児のねえこと言ってるんだね。どうも、まあまあまあ、さっきね、約束だ。一両二分、これはまあお決まりね。先上げときましょう。それからね、さっきへついから出たね、このね、白いもの、え？たくさん幽霊の押すわけには及ばないから、もうしまっといて。幽霊の押すわけには及ばね。ちょっと言っちゃいけない、これはね、金が入っているんだろうと。なんだよ、金ったらすぐに手を出すん。でも入っているんじゃねえかと思って拾ったんだがね、ことによると赤ん坊の首でも入ってるから。やだよ、君の悪いこと言っちゃいけない。まあ、おまじない。紙で包んだありやつをプツッと封を切る。ザラザラッと出ましたのが、二分銀で200両。どうだ？ほら！へえ。えらいねえ、どう。どうしてわかったの？どうしたって。こんなことじゃねえかと思っていた。金の規定ものが出る。ね。それを幽霊だな、化け物だなんて間違えてこんなこったろうと思ったんだ。俺はね、丸儲けだ。どうだ？へえ、なるほどね。いくらです？200両じゃあいくらかいただきましょう。何いくらかなんだ、いくらかって。お前は今断ったじゃん。幽霊のお裾分けなんだね、及ばねえって。いい、その幽霊なら好きな。お前だもん、勝手だねえな。まあ、本来なら、俺らめっけたんだから、あら、二分八とか七三とか言うんだな。しみったらなことは言わねえ。よっ、じゃあ、半分あげる。持っといて。いやーと、ありがとう。はあ、わからんな。喜んだ。懐に入れるとすぐに吉原行って、これからどんちゃか騒ぎ。熊さんの方は博打場へ行って、でやってみたが、悪戦身につかずとはよく言ったもんで、すってんてんに取られちまった。はあ、勝たねえや、冗談じゃねえだ。一文なしで。どうにもこれからなんだよね、目が出ようってんね。肝心の白夏来ちゃっちゃしゃあねえやな。徳さんに、いくら持ってたらまた借りて、出直すかな。徳さん！おい！留守かよ。なんだ、まだ帰らねえ。しょうがねえな。ああ、うちだが、お、二商ばかりな、すぐ持ってきてくれ。これから酒を取ってね、湯飲みついでガブガブやって、もう少しずつ遊びはよかったな。うん、久しぶりに。どうせ、もらったお金だと思うから、威勢よくやったけど。ああ、今夜うちに帰ったってから寒しくて寝られやしねえ。熊さんがいたら、いくらか借りて出直すかな。あ、いるいる。熊さん！誰だ？おうおう、帰ってきたのか。うん、持ってたんだ。おい。すいませんけど、お足を少し貸してくださいね。
冗談っちゃけね、貸してくださいとこじゃねえ、こっちは借りようと思って帰ってたんで、すっかり取られちゃったんで。ないの？まるっきりない。一文なし。私も。おやすみなさい。なんだよ、おいおい。なんだおやすみなさいって、ね。酒があるんだよ、飲まねえか。いや、もうお酒はいい。じゃあ、もううちに寝ますから、おやすみな。自分の家に帰って、せんべ布団を出してごろっと横になったが、浄瑠屋と違って寝心が悪い、あっちいごろり、こっちいごろりしているうち、どこで打ち出すか、八つの鐘が、ボーン。弱り目にたたり目とはよく言ったもの。若旦那のうちへついの唾液が置いてある。これから青い石がポポッポポッと出る。やがて煙のようにスーッと姿を現したのは、何かネズミのような着物に頭の毛を乱し、痩せこけた男が細い手を出して、金出せ、金出せ。なんだ、ゾクゾクしちゃう。風邪ひいたのかな、これ。よかったのか。何？金出せ？熊さんかい？冗談言っちゃいけない。金がありゃこんなとこで寝てやしないよ。遊んでるよ。亡くなったから返したんだよ。俺また金出せ。熊さんじゃる？ひょいっと頭を上げてみると、枕元にゆうちゃんが立って、キャー、おい徳さん、どうしたい。おい、なんだ様子がおかしい。表から戸を外して中に入ると、若旦那真っ青になって目回る。おい、しょうがねえよこれと。おい、しっかりな。おい徳さん、おい、え、気がついたか。でへえ、怖かった。そうか。いや、うちに来てお休み。若旦那を自分のうちに連れてきて。で、明くる晩は、若旦那を熊さんのうちに寝かして、自分は若旦那のところに酒を持ってって、こいつを湯飲みかなんかいすいでガブガブやりながら、さあ、幽霊でも何度も出てこい。なあ。こっちはそんなものを見て驚くような育児のね、人間じゃねえんだ。阻まりながら生まれてまだ怖え思いだの。恐ろしい思いなんてのしたことはねえんだ。目の覚めるようにいっぺんに差し取られ。どうした？おう、幽霊。出ねえのか。おこっちは威勢がいいてって向こうで驚いて出ちやらねえんだよ。しゃ、どうした幽霊。恨めし。何よ、誰だ、なんかやったが。冷や飯だ。ふん、何が嫌んで冷や飯なんぞ食うかよ。どうした？おう幽霊、まだ出ねえのか。お出ています。何？出ています。うん、出ていますとっていねえじゃねえ。どこに出たんだい。後ろ。後ろ、あっちきしょ。後ろに出やん。嫌な野郎だな、なんちゃ。話はしにくいで、しゃべん。前へ回れ。こんばんは。何を言ってやん。何がこんばんはだい。この野郎、ふざけたことを言やんって。なんだ、恨めしいってやったな。てめえに俺は恨みを受けるようなことはしねえんだ。だ、何が恨めしいんだ、言ってみろ。ふざけたことを言やんって、この野郎、踏み倒すぞ。怒っちゃいけもね。別に恨みなんざない。ねえものを飲んだって恨めしいってんだよ。で、どうってわけはねえんですがね。どうも幽霊は出てきて、
いいお天気でございますなんてな、どうね。あんたはちょいと具合が悪いね。やっぱり恨めしいとこなくちゃね。幽霊らしくね。枕言葉ですね。何を言ってやるね。どうだっていいや、あんなことは。なんで出つくんだ、てめえ。なんで出つくるったって、話があるんですがね。どうしも姿を見せるとみんな逃げたり目回したりして、話もできねえんでね。言いてえことがある。じゃあ何か、おめえが、言いてえことがあって出ると、おお、よし。じゃあ、おめえの話を俺は聞いてやろうじゃねえ。なんとか言いねえ。へ、それじゃあ、私が今申し上げますこと一通り、ま、お聞きのすっておくんなさいよし。まあ、嫌な野郎で気取ってやん。気取らなくてもいいからやれ。じゃあ、気取り抜きにいたしますね。あっしはね、鳥越にいた、社官の止めてんだよ、ね。どうも、生まれつき、博打が好きで、親方には叱られ、親父には、おう、小言を言われるの、もう、ずいぶん、やかましく言われても、博打だけは、どうしても好きでね、手を出すときっと負けるんだ、ね。おけらだおけらだって言われてね、こっちも悔しいんで、なんか儲けてえなと思っていたんですが、わずかな元でちょいっとかかったやつはね、トントンと受けて、240両わしはまあ受けたと思えない。儲けられなかったな、でも240両。どうする？ところが、どうも銭があるとね、友達は大勢たかってきやがって、いやもううるせえのなんの、いやね俺にも金貸せ、何をおごれ、どうしろこうしろってやがって、これじゃとてもたまらねえ。何とかしてこの金隠そうと思ったんだが、隠し場所がねえね。いろいろ考えて、へついの角にこいつを塗り込んでおいたら気もつかねえだろうし、盗まれる憂いもねえと思ってね、これね、まあ、一安心だと思って、魚屋の表を通ると、トラフグのいいのがあったんで、そいつを買って手料理で一杯飲んだんだが、親の罰ですね。そのフグに当たって、その晩フグ死んじゃった。ふん。ん？おめえも運がいいんだな。当たり同士だな。え？フグに当たって、博打に当たったんだろう。どうした？あれ、ヨガさんね、あしも、何とかしてその金出してもらおうと思って出るんですよ。ところがどうも話をするどころじゃねえ、みんな怖がって面がっちまうんで、どうにもしょうがねえ。お前らのおかげで金がやっと世の中に出てしめたと思ったら、お前らの博打に負けるし、もう一人の下条例屋で使っちゃった。どうにも心細くてしょうがねえんで、すいませんけどあの金は返してもらいてんで。そうか。そんなこととは知らねえから使ったんだ。いや、まあまあ、こうして、今ってわけにはいかねえが、明日の晩までにはなんとか都合をつけて、金はまとめておくから、明日来てくれ。そうですか。じゃあすいませんが、お頼もします。よし。翌日になりまして、若旦那の家へ、おっかさんに会って、実はこれこれこういうわけで、知らずに二人で幽霊の金を使ってしまう。もしこのままにしておけば、若旦那の命がなくなるかもしれないから、何とかしてくれという、それではというので、200両という金を渡してくれたんで、こいつを持って、さあ、幽霊いつでも出てこいてんで、ね、待ち構えている、日が暮れて間もなく、こんばんは。誰だ？蕎麦屋か？え、いえ、止めてごらん。おう、なんだよ、おい、もう出てきたのかよ、おい。冗談じゃねえな。幽霊は真夜中に出るんじゃ。今日が暮れたばかりじゃん。少しね、時外れなんですけどね。こっちだってお前なんね、気上がりでしょうがねえからね。メイドの方早く出ましてね。日が暮れたから待ちかねてやってたんです。どうでしたね。金は。金？よし。おめえの言った通り。200両ほい。な、耳を揃えたら。へ
200両。すいません。よー、まあ、手を出すなよ。待てってんだよ。で、この金は、俺はまあ、いろいろ骨を折ってこせたんだ。ね。ついちゃ、俺にもいくらか、このうちをもらいてんだ。まあ、いくらかぐらというより、めんどくさいからはっきりしたことを言おう。半分を俺にくれ。ね。いいだろ。え？半分。どうだ？半分？それはね、1割とか5分の0ってな、聞いたことはありますけれどもね。半分ってなど、少し悪味だね。で、奥にも何もねえやの。俺は骨を折ったから金ができたんじゃねえ。ねえと思えばもともとだろ。そらまあね、そうですけどもね。できてみりゃそう思えねえしね。半分ってな。嫌かい？気に入らないのかい？嫌じゃしねえ。嫌なら、おめえに100も渡さねえ。あ、じゃ、出るとこ行ってて飛んで。そんなお前の無理なこと言っちゃいけねえやね。出るとこに出てとって、明るいとこやでこっちは出られやしねえんだね。なお前のね、幽霊をいじめるもんじゃん。別にいじめるわけじゃねえよ。おめえはいけねえって。いけねえってわけじゃねえやな。じゃあ、めんどくせえ。じゃあ、半分でええわ。そう、いやいや、半分でいい。よし。じゃあ、おめえ200両、俺が100両。話はこれで済んだ。いいんだな。ええ。まあ、いや、ようこそ。時におめえ、メイドの方で何か好きだってからやってるな、爆笑。向こうで？とんでもねえ。とんでもねえ。ええ。やかましいんでね、向こうはね。ええ。そんなことはまるっきりだめ。じゃあどうだい？おめえとはもうこれっきり会えねえんだ。お別れに一勝負行くか。どうだ？え？へえ、一勝負？いいね。あっしゃね、爆笑好きでしゃるんだ。やりましょうか。え？ちっと、あっしゃもうね、長半より他にやったことはねえ。長半？ん？お、待ちね。ここに。じゃ、せいがある。調べね。へえ。あいつはね、久しぶりだね。いつ見ても悪くねえもんですね。なるほど。ああ。こいつは目が変わってようがんねえの。なんだよ。変なことするなよ。なんだよ。左右二つつまんでこうやってんね。そんなことしねえ。手のひらに乗っけてや。いえ。この手を上へ向けることはできねえ。うん。規則でね。手を上へ向けると幽霊仲間は省かれる。こいつはね、手は上へ向けられるんですね。わかりました。じゃあ、いいんだな。じゃあ、俺は銅の方へ。じゃあ、いいかい？おめえどっちがいい？超過半か？そうですね。じゃあ、超へ、行きましょう。え？超へ。いくら？100両。いっぺんに。超へ？いっぺんに100両。恐れ入ったな、どうも。俺もいろいろ勝負はしたが、おめえなんじゃ男らしい爆死戦だな。恐れ入ったね、どうも。えらい。ポーンと手を打った途端に、イカサマ罪。犯罪でもってパーンと伏せたんですよね。幽霊目が上がってるからわからねえ。さ、勝負。熊田、勝負。じゃあ、おめえ、長へ行ったんだ。半と出る程度、この手には俺のもん。なことは分かってんねん。明日は長行ったんだ。分かった。勝負しとくね。いいかい？よく見てね。いいか？勝負いいかい？いいかよ。勝負！半だ。はっはっはぁ。おしっかりな、しっかりな。おぉ、幽霊がっかりしたの初めて見た。あんまりいいもんじゃねえよ、どうも。どうだい？なるほど。
1年半だね。蝶かぶりか。あれが、確かに俺は蝶だと思ってやったんだけど、半じゃしょうがねえな。まあまあ、よ、じゃあ、もう一遍、蝶へ、百両行きましょう。もう一遍？だってもう一遍なんて全然ねえじゃねえ。おい、子供じゃねえんだよ。ね、くしばりなんざバカバカしいや、予想じゃねえか。銭を持ってきたら勝負をしようじゃねえ。心配しなくたってよ、わしよ。あっしも幽霊だ。決して足は出しません。さまっちゃこいよさ、やなにのおばけさ、元の木おけらとイサイサイサイおけらおけらでサイサイサイよく迷うてえことを言いますが、俺は決して迷わないという方もありましょうが、まあ、人間というものはつまらないとこでちょっとそのどうしたらよかろうといういわゆる迷いが出るもんで、表へお出ましになって、まあコーヒーでも飲もうかなてんで喫茶店へ入ってコーヒーをあすらい、隣の人を見るとココアを飲んでえな、あの方がうまそうだな、コーヒーはよしゃよかったな、ココアにしよう、すまないがね、ココアに取り替えとくれ。ココアはつらいね。でこれが来てひょいと向こうを見る程度、三つ豆を食べてる人が、三つ豆の方がよかったな、三つ豆にしよう。じゃあ三つ豆を持ってきてくれ。三つ豆をあつらいてね、またその隣の人を見ると、ゆで小豆を食べた。あの方がいっそよかったな、甘いもんなら。三つ豆はよしゃよかったな。いや、すまないが、あとはゆで小豆にしておくれ。なんて、いくら食べていいんだかわからない。そのうちカウンターの向こうで、そこのうちのおかみさんがお腹の具合でも悪いのか、梅干しでおかゆを食べ始めたんだ。うまそうだな、ありゃどうも。今度はおかいで梅干しを持ってきてくれ。そんなものを売ってやしませんね。人間というものはちょっとしたとこで迷うと言いますが、お若いうちなどはこれはまあどうしても、下流会などへお遊びにおいでになる、ちやほやしてくれるってどこやらどうもそれうちに帰るのが嫌になりまして、一日が二日というさあ親子の方はご心配でございます。どうしたい、分かったかい、言ってまいります。やっとおいでになるところが分かります。どこにいるの？吉原の角エビといううちだそうでございますが、お遊びになっているということをやっと突き止めたんでございますが、呆れたもんだ。まあ今日で4日になるじゃないか。つきましてお迎えに上がるのでございますが、生地なものが参りましても、ああいう勝ち気なご気性でいらっしゃるので、何かまたことがもつれて帰って、その意固地になってお帰りにならないというようなことがあってもならんと思いますので、手前がお迎えに行こうかと思いますが、いかがでございましょうか。お前が？そうか、いやいやいや、番頭さんが言ってくだされば、それは何と言ったってせがれの方もうんと言って帰るに違いないが、しかしお前は固い人間だから吉原なんてものは分かるまい。
方角がよくわからんようなわけでございますが、しかしまあ、聞いてまいればなんとかわかると思いますので、これから行ってまいります。それじゃあご苦労だがお願いする。いいか、承知いたしました。とこれから番頭さんが若旦那のお迎えに、今夜は確かに帰ってくるだろうと待っていたが、とうとう帰りませんね。いや、ことによると話がもつれて明日の朝帰るに違いない。朝はきっと帰るってんで待っていたが、こいつも帰ってこない。昼になり夜になり、二日たち三日たち五日たったが、それっきり帰ってこない。呆れたもんだね。なんだいあの番頭は。きっと私がお連れ申しますなんてんで出て行っても、あれもなんだ一緒になって遊んでいるに違いない。どうも実にあまあ愛想もこそも尽き果てましたよ。今度はね、お前が何と言っても私は感動するから。お父さんの癖で何かある程度すぐに感動する感動するとおっしゃいますけども、一人のせがれをあなた感動してどうする。どうするもこうするもないよ。書いてこないものは。だからあなた番頭を迎えにやったから書いてこない。それで感動するというのは少し短気じゃありませんが、まあ大体こう申してはなんですが、あの左兵という番頭は私はどうも気に入らないんでございますよ。口では固そうなことを言っておりますが、まあ真はどういうものか疑っておりましたらこんなことになりましたが、誰か他のものをあなた。他のものだって誰を迎えにやるん。私の考えるんでは頭なぞはいいかと思いますの。あの人は派手な付き合いもしているから、ああいうとこの振り合いもよく分かっておりましょうから、頭をあなたお迎えにおやりになってはいかがでございます。あ、そうか。ああ、なるほど。いいところに気がついた。あの男なら大変大丈夫だな。じゃあ早速頭を呼びにやる。おいおい、誰かいるかい。あのお前に、頭のところへ行った。私が用があるから大急ぎで来てくれるようにと言ってな。いいか、急いで行ってきな。へい、へい、行ってまいりました。どうした、いたか頭は。おいでになりまして。どうした。すぐお伺いをすると申しました。ああそうかい。やあご苦労だった。いいとこに気がついたな。頭ならば天へ間違いはなかろう。何しろまああの織物なんてものは大したもんで、喧嘩の時なんぞあれをこう見せると相手はびっくりして逃げ出すというぐらいだから、あの男が行きゃ間違いは。どうした、頭はまだ来ないのか。へえ。へえじゃないよ。どうし、いたのかい、うちに。すぐ来ると言ったのか。さようでございます。さようでございますって、まだ来ないじゃん。どうしてるんだな、まあ。お江戸っ子のくせに嫌に気の長え男だな。来ると言ったらさっさと来るがいい、まだ見えない。もういっぺん行ってきな。急ぎのようでございますから、すぐ頭に来るように。え、何、参りました。ああ、来たのか。そうそうそう、こっちへ来ておくれ。どうも遅くなりまして申し訳ございません。いいえ、出ようと思ったんでさ。何しろね、カッパ野郎しちょって山の神は言いっちまいやがってね、道路くじが風邪ひいて何しろ寝込んじまってるってなわけなんでがすから。なんだい、その道禄人に山の神がどうしたてん。これだ、旦那方にはお分かりがありませんで、道禄人ってのはうちのおふくろで、山の神は香川で、カッパ野郎はガキなんだよ。なんだ、お前のうちは化け物屋敷だ。まるでの、実は呼びにやったのは他じゃないが。分かっておりません。蔵の方でございます。
っしゃ気にしていたんでございます。やっぱりね、仕上げるものはちゃんと仕上げておかなくちゃ、いけませんで、よろしく、早速若いやつに言いつけまして、これから足場組んで、車間の方は足の方から話をいたしますから、じゃあすぐ下、おいおい、もう待つの待つの、いや蔵のことでお前を呼びにやったんじゃないんだよ。あ、菓子屋のあの熱意でございますね。あれはやっぱりね、早い方がいいんだよね。もう少しはよかろう、もう少しというちに肝心のうちを痛めちまった日には何にもなりませんでね。熱意といやね、ゴミとこいつはおっくうなようですがね、あっしゃらに言われは何でもねえんで、キリンってやつでこう巻き上げておきましてね、デークの方へ行ってすぐになんで仕事にかからせる。まあ少し待ちなてんだよ。まあ、私には喋らせないで、お前が一人でベラベラ何か言うから物が間違っちまう。仕事のことで呼びにやったんじゃないんだよ。へえ、なんで。実はどうも困ったことになってな、うちのせがれがな、あら、亡くなったんです。縁起の悪いことを言いなさんなの。なんだ亡くなったてん。死んだわけじゃないが、駆け先を集めにやったところがお前3日4日と帰ってこない。さあこっちはどうしたかてんで、いろいろ気をもんで八方を探したところが、吉原の門エビといううちで遊んでいるという。どうしようてえと、坂東の左兵が私がお迎えに参ってお連れいたしましょうという。お前が行けば間違いがなかろうから、それじゃあ頼むてえと心得て出かけていったが、いつかも帰ってこない。まあ私はね、腹が立ってたまらないから、せがれを感動しようと言ったところが、おばあさんの言うには、まあそんな短気なことを言わないで頭に頼んでみたらどうだ。派手な付き合いもしているし、ああいうとこの振り合いはよくわかるから、頭に万事頼んでせがれを連れてきてもらうようにという。まことに、まあお前には気の毒、迷惑な使いだろうが、どうだい、一つこれから言ってくれるか。え、ああ、そうですか、若旦那はね。まあ無理もございませんね。お年はお若いし、まあ旦那の命で言っちゃなんですが、あの通り若旦那はいい男っぷりでね、旦那と違って金の使いっぷりは、まあなんですね、どうしたって、女の子にちやほやされるのは無理もありませんやね。まあ、そうなりゃ男として蹴るのは嫌になるてわけで、向こうがいい心持ちになってるとこに乗り込んでってさ、おすぐ蹴っとくんない、なんてんで大尺様の掛け物みてえな顔をしなくちゃならねえ。まあ、あんまりいい役目じゃありませんが。いや、そりゃ分かっているんだが、そこをなんとかお前に。いやいやいや、それはもうなんでございます。こちら様にはいろいろ長い間こうして出入りをさせていただきまして、もう腐った反転の一命もいただいて。大層お前、言いたいことを言うんだよ。どうせ私のうちの反転は腐っている。そういうわけじゃねえ。いや、何その腐るほど反転もいただいておりまして。うまくごまかしたのよ。まあどうでもいいけれども、なんとか言ってお前せがれを連れてきて、あっしゃ行って若旦那によく話をして、いやもうお前ありゃしませんやね、ぐずぐずやったら腕叩きおって。そんな乱暴なことをしちゃいけない。喧嘩に行くんじゃないから、穏やかにどうか一つせがれを連れてきてくれるように、いいか。よろしくお願いします。頭、これから差し込ましらいか何かでだん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 土手かかりますてえとね、一発という太鼓持ちが何かいい餌があったらてんでね、マンマンをしているところに、こちらこちら、どちらへ、ちょいと、かしら、かしら、おお、びっくりした、なんだおめえか。おめえかはないでしょう。どちらへ、え、どちらへお急ぎで。ちょいとなんだ、やぼようだい。やぼよ。
おっしゃったね、あなた。やぼやはないでしょう。え、土手を通ってどこへ行くぐらいな方はちゃんと寸法が分かっていますよ。ねえ、久しくここはお供をいたしませんが、ぜひ、一つお供を願おうじゃありませんか。ねえ、頭。うるせえな。ダメだよ。ダメだって言わないで連れてってくださいよ。今日はいけねえんだよ。そんなところじゃねえんだ。今日はちょいと込み入った話がある。込み入るもいらないもないよ、あなたね。もしかし、どの子にしようか、たもと。ダメだってんだよ。引っ張ったっていけねえんだよ。よせ、この野郎。はあ、振り切るてえと向こうへ突き飛ばして、頭はどん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 駆け出して、これから角へ見上がって、さ、若旦那、明日はお迎えに来たんですから、どうか。顔を立って蹴っとくんなんしてんで、駆け合っているところにさっきの太鼓持ちが、よっ頭どうも先ほどはってんで入ってきて。で、そのうちにお酒になって、あとはどがちゃがで、この頭がまた5日も帰ってこない。私はね、もうつくづく世の中がバカバカしくなってきて、え、なんだ今、行くやつ行くやつ、みんなミイラ取りがミイラになりやがって。呆れて物が言えない。今度はお前が何と言おうとも私はせがれを感動するから。またお父さんが感動だ感動だって、あなたあの子を出してしまって一体あとどうするんですよ。どうするもこうするもないよ。もうどうなってもいい。こうなればだいたいああいうバカなものをこしらえたのはお前が悪いんだ。お父さんはまあ勝手なことばかりおっしゃって、いい時は俺の子だと言って、まあ悪いことだとみんなお前のせいだという、どういうわけで。どういうわけもこういうわけもない。余計な金を余計にやったり何かするから、ああいうバカ者が出来上がるんだ。使うことばかりで儲けることも知らねえで、なんてまあバカ者だ。ああいうものをこしらえたのはみんなお前のとがで。え、私はね、若い自分から道楽なんてえな、これっぱかりもしたことはない。お父ちゃんは、なんだてえと俺は固い、道楽はしないしないとおっしゃるが、そりゃ外の道楽はしませんが、その代わり宇宙奥女中はみんなあなたが手をつける。何を言ってるんだ。今そんな話をしてるんじゃないよ。誰だそう言ったのは。まあちょっくらごめんなすとくなせんやし。なんだ、製造じゃないか。まあ若旦那お見なさらねえで、さぞかしいご心配な懇談部やと思って、そんで今度おらがお迎えに行ってみべやかと思うがどうだね。まあまあお前もそうして心配をしてくれるのはよくわかるが、まあいいよ。いや、まあいいじゃねえ。今度もおらがお迎えに行って若旦那をお連れしていく。お前なんぞはこんなとこに口を出すことはないよ。え、番頭が行き頭が行きして帰ってこないんだ。お前なんぞがいて帰ってくるわけはない。え、まあ余計なとこに口出しをしないで、お前は台所で飯の焦げないようにしていればそれで役目が済むんだ。そっちに引っ込んだろ。これをちょっくら伺うべえ。何を伺う。そりゃあんたとこのおらはまんまたきにはちげえねえ。まんまたきにはちげえねえが、そうだらばと言ってへえ、まんま、なんだまんままんまと。まんま炊き立ちって、まあ仮にここなうち泥棒が入っていつ入るんだ。いや、いつ入るじゃねえ。こりゃまあ物の例えでだな。泥棒が入って金取られるべえじゃねえ。あんたが泥棒に殺され。何をやん。いや、怒っちゃいかねえ。こりゃまあ物の例え、そんな嫌な例えがあるか。お殺されべえかちい時に、おら、飯炊きだ。飯せえこぎなきゃ、おら、住むだっちって、でどこでつくばってるわけにはいかなかんべ。
泥棒と一騎打ちの勝負を打ってあんたは助けるがおら人の道だんべやと。おら言うことに間違えねえはずだな。ぐーとでも言えるなら言ってみなせ。それごらんなさいよあなた。製造に一歩参りましたよ。ぐーとでもあなた言えるなら言ってごらんなさい。え？ぐーとでも。ぐー。何を言ってるんだ。あなたはまあガミ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 言って、それじゃあ物はまとまるもんじゃございませんよ。製造お前何かい、せがれの迎えに行っておくれかい。は、おらきっと若旦那をお連れしてくるだで。いや心平豚ねえが、今下空物だで。これから二階へ上がると国元から持ってきた手織木綿という、もう、昆布の皮のようなゴツゴツした着物、その上、茶だか紺だか色のわからなくなった帯を締めて、お手製の熊の皮のタバコ入れという、これを前へ刺して、おととし買った草履をありがたそうに上へ差し上げて二階からのっそりのっそり降りてくる。母親の情でございますから、裏口のところに待ち構えて、ああ、せいぞ、ちょっとお待ち。お前せがれに会ったらお父さんは怒っていらっしゃるが、何とでも私が詫び事はするから少しも早く帰るようにとよく言っておくれ。この巾着をお前持ってって勘定が足りなかったらこれで勘定を済まして帰るように、いいかい、せがれによく言っておくれよ、お願いだから。はい。ありがてえもんだね。あんだにまあ、のらべえこいてる若旦那はそうだに、へえ、案じなさるだな。ようかす。ああ、あんちっても、おら、首縄つけてもきっと、しょびいてくるだで。あんた、案じることはねえから、あ、待っていなせ。それじゃあ、頼むよ。はい。これから、製造先生、どんどん、吉原へ行きましたが、何しろなりふりなんてものはまるっきり構わない男で、頭はもうぼうぼうと伸びて、しげはもじゃもじゃ、鼻毛が五分も伸びておりまして、歩くたんびにこれが出たり引っ込んだりして奥の方へぶつかる、くすぐったいからくしんくしんてんでくしゃみをしていようという、どうも厄介な人間があるもん。吉原へ来て門エビを聞きますと、これはすぐに分かりましたが、夜と違って昼の狂わというものはなんとなくしっそりしているもん。ああ、ここだんべ。ごめんなぜ。おい、誰かいないかい。おい、ごめんなさい。へい、いらっしゃいよして。おらとこの若旦那おめえが時計来てび。へえ、お茶屋はどちらからでいらっしゃいましょうか。いや、そんだのことはおらもわかんねえが、あんにも若旦那いなさるだ。うん、北郎てえ頭と佐兵さんてえ番頭さんと三人でおめえがとこにいるだ。いねえのなんぞと隠し立てするとためになんねえぞ。別に隠し立てなどはいたしません。ああ、お三人てえと、あ、丸子のお客様でいらっしゃるんだがすな。へえへへへ、手前どもにおいでになります。で、おら来たことちょっくら若旦那へ取り次げ。はあはあはあ、お迎えでいらっしゃるんでですか。ああ、さようでですか。どうご苦労様でございますの。おんだくねえやろ。おかしくもねえことをいいろいいろ笑やがって。でえし笑うなら、あははと笑ったらよかんべ。おんだ、鼻の先でいいひひひと。さげすみ笑えと言ってよくねえ笑や方だ。肋骨の三枚目から声が出ねえかこの野郎。どうも、恐れ入りまして。我の面は天帝に曇りがあって、甚だ総合のよく見る野郎だ。俺は来たことを若旦那に取り付け、
な。取り次がねえとやろう。ぶっぱり返すぞ。お取り次ぎをいたします。少々お待ちを願いまして。ちょっと申し、恐れ入りますが、ちょっとお静まりを願いまして。ああ、おい、おい、きつけじゃねえ。入んな、入んな。おい、飲ましてやんな。こっち入れ。若旦那へお使いがおいでになりましてな。誰が来たんだい。え、使いが来た。ああ、向かいのもんだろ。ああ、いいよ、いいよ、あげな、あげな。親父の方じゃこれからもう怒ってどんどん向かいをよこすに違えねえから、来たやつは大勢こっちに溜めてな、だんだんにぎやかにしようってんだ。面白いだろ。それがどうも今までのお客様方と違いまして、恐ろしく風変わりな方がいらっしゃいましてな。お使いをご苦労様でございます。と言ったらいきなり小言を喰らいます。いい日だなんてのは下げすみ笑いでよくない笑い方で、肋骨の三枚目から声を出せ。肋骨の三枚目から声が出てくるなんてことは素人に気がつきませんからな。天帝に曇りがあってなんとかかんとか難しいことをおっしゃってらっしゃいましたが、うん、親父もまた変なものをよこしたもんだな。誰だ今んと。さあ分かりませんな。どんななりをしてたい。何か手織木綿のような手丈夫な着物で、あ、熊の皮のタバコ入れを前へさして、ああ、分かった、分かった、分かりました。誰だい。製造ですよ。いえ、熊の皮のタバコ入れというんで私がね見当をつけましたがね、余人じゃありませんよ。お手製のもんで、あれは製造に違いありませんよ。親父も変なものを向けてよこしやがった。そうかい。あ、いいんだ、いいんだ、あげだ、あげだ。あれはうちの飯炊きだ、製造という。ああ、見たところはちょっと頑固なようだけど、またとぼけたところもあって面白いやつなんだ。お宅のあれがご飯の時、どうも恐れ入りましたな。若旦那のような粋なお宅によくああいう頑固なものを買っていらっしゃるんで。あんだこの野郎、あんだ買っとくと。あ、いらっしゃいます。こちらの旦様でございまして、どうも。失礼。どうぞ、どうぞ旦さん、こちらへ。なんだこの野郎、犬や猫みてえに買っとくだなんてこきゃがって、面を見れば手の裏消したように旦那だなんてこきゃがって、こん無事な野郎。野郎ぶっくじくぞ。ごめんくださいよ。おい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 、まあ、そんな荒っぽいこと言うな、ぶっくじくなんて。こっちへ入んな。あ、若旦那でかすか。もごめんなすとくんなせんし。頭番頭さん、あんた方も長いことご苦労さんだね。あんだもん、番頭さん、あんた出るときはきっとわしは行って、おすれすべえなんち言ったが、あんだそのざまは、店の白ネズミだって。白ネズミではねえ、わりゃドブネズミだ。バカ野郎、頭もそうだ。腕叩きを追ってもきっとしょびいてこべえなんてでけえことをこいたが、あんだな、あんた踊り絵描くんめえでねえか。まっと踊ったらよかんべ。やっこさんどちら行くでもあんめえ。どけでも行けや、バカ野郎。かしらかしらってば平気になりやがって。おにもこしらだこの、いもこしら。おい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 、せいの上そうとんがらがるなよ。しょうがねえんだよ。大旦那の命じゃちょいと短歌切ったけど、さてこいくるてえとまたそうもいかねえ、いろいろ訳があるんだからよ。まあそう怒るんだよ。まあまあ大将、こっちにして、おい機嫌を直して一杯飲め。おい大将、一杯飲みない。大将、なんだ定所定所って。俺は戦したことねえ。あんた、低少だなんて言うかって。芸者だ、あんだ、あんだ。シャミジャンガラジャンガラかん回して。話ぶてなかんべえな。
稽古吹っ放くでねえ、このバカ野郎。しゃってろ。まあ、他の者へ、俺は我が旦那をお迎えに来たで、どうぞ帰っとくなせえし。ねえ、お帰んなしとくなせえ。ああ、いいや、帰る帰る。あ、俺は何も生涯ここにいようってわけではねえんだから、きっと帰るがね。俺はね、自分で帰ろうかなと思った時には帰るが、まだ帰りたくねえんだよ。ね。そういう気が出た時は俺は帰るから心配しなくてもいいんだ。そんじゃああんたは帰るって気持ちありもお帰んなさるって言うに。だろあんたに見せべ。こりゃお袋様のお巾着だね。どうかこれで勘定が足んねえようなことがあったらば済まして帰ってきてくんろ。大旦那は感動物なんち言ってるが、どうだにでもおらがお詫び事をするから、どうか帰るようにせがりに言ってくんろっち。お袋様は、寝る目も寝ねえで寝ていなさるだよ。どうかま、このお巾着に免じて帰っておくんなせ。ああ、わかったわかった。わかった。じゃ、巾着だけは俺が受け取る。ね。だからお前は先に帰んな。それでいい。俺が受け取るんだから間違いはないから置いて帰んない。そんじゃのにけ巾着だけ置いて裏だけ消えるってバカこかねえもんだね。子供のつけじゃんめし。若旦那はおけんなさらねえが巾着だけはおら置いて消えりやしたっち。そんだなことも言えなかんべえにね。どうかまバカ言わねえで消えっとくんなせ。首縄つけてもきっとおらお連れするだってダメ引きしてきやした。ね、どうかお願いだから蹴っとくなせ。若旦那頼むだからね。おらくつら立っとくなせ。若旦那うせえ。何を言ってやんだよ。何を何だ首縄つけて引っ張ってきてる。チンコロじゃねえよ。おらてめえの空なんだ、立ったって寝転んだって大して変わりがねえや。何を言ってやんの。嫌だよ、帰らないよ、俺は。ああ。おめえがそこでぐずぐず言ってると酒はまずくなるから帰れ。帰んなよ。帰らねえと俺は島出すぞ。島出すって。ああ。親父になり代わって島やるてんだ。出ていけ。そんじゃ、これほどに頼んでもあんたはどうあっても帰らねえかい。ダメけ帰んねえけダメけ。ダメだ帰らねえ。帰らねえ。おらに島をやるだって。もらうべ。もらうべ。わりが法でいてくれと頼んでも、おらが法でいねえぞ、この、バカ野郎！法で消えろね。ありが消えんねえと言って、おらだけ消えるわけにはなんねえ。ああ、こうならば腕ずくでおらがしょびいていくだからそう思え。妨げえぶつやつがあらば、どいつこいつの容赦はねえ。片っ端からぶっくじいてくれるから。ほんでも、村相撲の大関まで取った男だ。やろう。覚悟を打て。おい、これいけませんよ。覚悟ときましたよ。ほら、穏やかでない顔色が変わりましたから。若旦那、これお帰りになった方がようわしよ。おいおい、清掃清掃。いやー、俺が悪かった。今な、冗談に言ったんだ。お前も迎えに来てくれ。じゃあ、お前の顔を立って、私も帰る。今な、冗談に言ったんだが、少し過ぎた。悪かった。この通り、両手をついて、お前に謝るから、今のことは勘弁しておくれ。ね、清掃。な、この通り。あんた、そんなに手つかしちゃ、俺は、手を上げとくんの。すんません。おら、島出てもいい。おふくろ様、あんたこと案じて寝る目も寝ねえで、寝てばかりいなさるだい。わしゃ島出てもいい。どうか、あんたうち行けっとくだぜ。お願いだから消えてくれ。おや、わかったわかった。泣いちゃいけないよ。
困ったな。の上路屋の2階で大きなやつがお前わーわー泣いちゃ困らな。やーい、お前の顔を立って帰るが、こんのうちへ悪いじゃねえか。このまんまじゃ座がしらげちまっているから、立つとり後を濁すなという例えもあるから、こうしよう、ここで一杯みんなで飲んで、わっと笑ったところで、機嫌よく引き上げてやりゃこのうちも喜ぶんだが、お前がいけないてんならいいよ、このまんま帰っても構わないが、なろうことならばきれいに引き上げてやりたいから、一杯だけ飲んで一つ付き合ってもらえないが、どうだ、いけないか清蔵。いや、そんなに言われちゃおらが困るべえね。いや、若旦那せお剣なすっとくんなさりゃ、そんななことはどうでもいいだ。じゃ付き合ってくれるってえのか。ああ、よし。じゃあ、おい、酒を早く早く。それがいい。いやいや、こっちの、その大きい方で、製造に一杯飲まして、飲みの飲みの飲んだよ。そりゃいけないや。お前が飲まないてんじゃ、みんなも遠慮して飲めないじゃないか。だ困るな。一杯飲んで、そこで、こう引き上げるから。そうしてくれ。飲んどくれ。そうけ。そんなに言われちゃ困るだよ。そ、いや、呼ばれべえに、こんなにまあでけえもんだね。そうけ、そんじゃおらもきれいなもんじゃねえが、じゃすんません、はい、お酌だね。すんません、はいはい、あ、いやいや、そんなにか、あれダメだな、こんなにいっぺいに継がねえがええ、生きもんだから半分でいいちに、今度にもういいかくついじゃう、これ口から重けえだから、まあ、うん、いい酒だねこら。おらたちは今度の先なんざみったに飲めねえから、安くなかんべえに、これ番頭さん何かや、これ、いちごどのくれえと。いいよ、いいよ、んな余計なこと聞かなくてもいい。黙って飲みない。に聞いちゃいかねえ。そうけ。そんじゃ、まあ、根は聞かねえで呼ばれべ。いや、ごっとうさんでか、そんじゃあこんで、五の兵にして、なんだよ、もう飲んじまったのかよ。早いな、まだこっちは飲まねえんだよ。いや、もう一杯飲みな。いや、もう勘弁しとくんなさいよ、俺もう一品飲んでるだに。まあそれは分かっているけれど、もう一杯付き合いなや。いいじゃないかな、物は一つてえな、なんか味気ないもんだから、もう一杯だけグッといきな、ね、そうしろ。まあ一品だけ、すんじゃもうあと飲まねえだよ、いいかい、すんませんね、そんじゃお酌頼むだが、ダメだよ、あんだに でけえことついじゃ、半分でね、もう一杯飲んでるからもういいだな、ね、もういい、そうだ、ダメだな、とっくりでこう無理におっぴすからいかねえな、また一品になったな。今度に、俺もう一品飲んでるだで、酔っ払っちまってそんな感じな。しかしまあ、あんでも若旦那は決定をくんなさりゃ、おらみてえなこんだな面でも立つだからね。お旦那様はもう、いいかく、がなっていなすっただや、もう勘弁できねえ、今度は感動物だなんち言ってね。いや、口じゃ怒っていなさるが、やっぱり一人っ子だよ、感動ぶてるもんじゃねえがね、おふくろ様がまあ聞いとってまあ心配ぶっていなさるから、あんにしても若旦那は決定をくんなされや、おらがもありがてえに、それから先はすんませんね、頭にも芋頭だの
番頭さんじゃドブネズミだなんちって勘弁してくんなさい。いや悪気で言ったわけじゃねえ。若旦那に俺は帰ってお礼申していいからあんたのことを言っただどうか、ま、許しとくんなさいし。え、あんだって魚くだされて、いやこれはすみません。はい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 、いやこりゃこりゃこりゃ、はあいい格好はきりなもんだね、こりゃ、はあ呼ばれべ、うんうん、何だろうこの甘えようなすっぺえような、こんだな俺は魚食ったことねえ、あんちい魚だなこら、え魚じゃね、あんだこらあんずだ、あんずけこらあどうもこら魚にしちゃ骨がねえと思っていたあんずじゃ骨ねえだねいや、ごちそうさんです。そんじゃあこんでこの辺に、うんだな、どうもお前は飲むのもいいけれど水飲んでるようだな、ガブ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 ガッと飲んじまって、いや帰るまでもう一杯飲みな、まあ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 、まあ、そう言わないでもう一杯ね、駆けつけ三杯って例えがあるから、もう一杯だけガッとお前が引っ掛けてそこでスッと引き上げることにするから、もう一杯だけ飲みな。もう勘弁しとくんだね、俺はもう冷え込んだないけもんで飲んでるだでね、そんなに飲め、え、まあ一杯だけだからって、そんじゃもう本当に今度はあと一杯しか飲まないよ。ねえ、こんなに、へえ、俺は飲んだことに、二杯もやってるから。え、いやーもう、まあ一杯ついてくんなで、メイドすみませんね。ああ、おっと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 、ちょっくら足りなかんべえな、これ。ん？やっぱり、一杯一杯もな、やっぱり一杯減ってねえとね、気持ち悪いからね。まあちょっと足してもらう上に。ああ、たったった。まあ、ありがてえ、こんだな、うめえ先、ほら、久しぶりでも。ああ、いい気持ちになってきたな。芸者さん方、ほら、でけこいでいかなったから、たまげたんべえね。勘弁してくださいね。あんた、抵抗ふっぱたくだな。うめえもんだね。いくつになるんだ？叩きなせ。抵抗。なんだ、おじさんはおっかねえから、やだ。いや、もうおっかねえことねえだよ。いくつだ？13だって。13か。そんだな、自分から大勢に揉まれるだでな。人を悪くなるのも無理もねえに。そんだな、細っけえ手で、でけえバチ持ってめえことはたくもんだね。商売商売ちゅうな。芸者さん方、なんか、若旦那もうおけんなさるだから、なんぞ聞かしてくんなさい。若旦那、なんか聞かしてもらってよかもしれないね。え？いいってに？やってくんなさい。なんかこう、俺も久しぶりだからね、兄がよく言うからな、鈴木モンドかなんかどうだな、あ？鈴木モンド。死んねえって？死んねえではしょんねえね。そんじゃあ、小栗半官テルテシメかなんかどうだな、涙のこぼれるようなものをやってもらってんね。それも死んねえって。あんにもわかんねえね。
あんまりいい芸者じゃねえ。吉原だから務まるだね。そんなこっちゃ、おら森へ来ちゃ、みかと思たねえから。もう、何でもやらせるから。おいおいおい。かしく。何をしてるんだな、お前。後ろの方でそんなもじもじしてるやつがあるかな。構わないから、製造のそばにいて尺でもしてやんの。そうですか。じゃあ皆さん、うちの人のそばに行きますから、ちょっと勘弁してくださいよ。さ、あなた、お釈をさせてください。ねえ、あなた。それに、わからんな。何をするだろうか。あんた、俺に断りもねえんで、何だっても俺に。いや、すみませんね。お釈してくださるが。若旦那、この人はいかきれいだね、こら。なんて色が白っけ。おら村では名主の嫁っ子が器量よしだなんち言ってるがね、比べ物になんねえねえから。お前の相方に出したんだ、かしくと言うんだから可愛がってやんなよ。え、いやいやいや、ここはね、すぐ帰るにしても2階へ男が一人上がれば一人の相方がつくというのはこの規則なんだから、まあすぐ帰るにしてもそれまではお前の女房になるんだから可愛がってやってくんな。若旦那、私は本当に嬉しいんですよ。いいえ、こういうとこに来るお客様というものは口で様子のいいことをおっしゃったってみんな浮気な方ばかりが多いでしょ。真から私は固い人に生涯に一遍でもいいから会ってみたいと思って新人をした甲斐があるんですね。こんな私は固いお客様に出られて本当に嬉しいの。決まりが悪いが初回漏れをしまったわ。私みたいなもんでもねえ可愛がってくださいよ。ねえあなた。よせよせバカだね。よせ俺らに溺れてらんじゃねえ。バカめこいて。俺は見てこんだらつらで甘くは惚れるわけに。あらいやだ、顔や形で惚れるんじゃないわよ。おしらの長芋みたいなニョロニョロした男は私は大嫌いよ。まあ本当に男らしいわね。まあ手にこんなに毛が生えて木造ガニみたい。よろしいよ。バカだね。くすぐってやれ、触るね。やりになっちまえ。なんだ、おらが勝ちいくらいいち。そら、かやかがてえだ、ほら。わかるか、知っていねえ、いなだるだろ、ね。ほら、かてえたち。人間べえじゃねえ。ちいでもなんでも勝ちで勝ちでだな。ほら、見ろ。ほら、ち。もみだらけだな。爪で鉢かばこり、カチカチ落とすべえ。まあ。頼もしい手だわ。そういう固い手で思い切り私もくっといっぺん握ってもらいたいの。私の手を握ってくださいよ。ねえお願いだからさ、ねえ握ってよ。バカめがいい。わからなんだ、握ってくれて。握ってやったらいいじゃねえか。どうだい、かしくと製造の並んだとか番頭似合いだな。まったくでがすね、頭。ね、どうです。本当だ。バカ似合いだよ。あ、似合ったよ。いいよいいよ、握ってやる、握ってやる。ね、わかったんだよ、ようね。おお、いいよ、握んな、握んな。えんでし、おぼくろて、握りて。わかったんだ、いいしねえよ、ほら。握ってやべえ。そんだら、おらが握らば痛えぞ。もう痛えから嫌だって言ったって、俺は話さねえぞ。
いいか、ん、意味わからぬ握ってさ、やろう。握るぞ、俺、本当に握るぞ、いいか、そら、それ、それ握るぞ、それ、それ、それ握って、こっちか、よすべよ、ほら、もっと見たのよ、ダメだよ、じゃりんだよ、やろ、いやあ、こんなの、あんまことのな、こいてるなんだな。けれちょーらの方が無理かもすんねえから。なんだ、おいおい、製造だらけちまっちゃいけねえ。さあさあさあ、そろそろ支度をして帰ろう。あんだ、蹴るって。蹴るんならあんだ先用件だぜ。おらもう二三時ここにいるだよ、おら。